久保さん。昔はですね、独立するっつったら、なんかフランチャイズオーナーとかね、なんかその、店舗やるとか、飲食店やるとか、パン屋やるとか、カフェやるとかね、なんかそういう選択しかなかったわけじゃないですか。で、今って、家にいながらね、<laughs> パソコンと、なんかスマホあればね、誰でもできるわけじゃないですか、もはや。<laughs> 本当に場所選ばないし、費用かからないし、 まあ何でもできるわけですよ。だから本当に今、この何でもできる時代に何もやらないんだったら、もう終わりですよねって話ですよね。どうすかね何でもできる時代なのに何もやらない。どういうことみたいな。<laughs> どういうことですかっていう。 だから逆に言うとね、僕はね、時代を見,見てこれたからラッキーかなと思う。だから、あのー、今の若い子よりパワーがあると僕は認識してるんですけど、今の若い子っていうのは、生まれた瞬間からスマホ世代みたいな話じゃないですか。で僕はもう、ポケベル、柄系の単音、和音、16和音、32和音、256色カラー、すげえ、ワンセグ携帯すげえ、iPhone スマホ出た、すげえ、なんだこれ、みたいな、ずっと歴史を見てきてるので、 このね、実はね、これはラッキーなんですよね。この歴史観を向いてきて、じゃあ昔と今を比較できるので、ね、だから今、本当にチャンスだなと思えるし、今やろうって非常に思えるんですよね。でもこれが生まれた瞬間からもう整ってる。そこに何も価値を感じないじゃないですか。当たり前みたいなね。なんかその、ね、YouTube もサクサク見れる。当たり前みたいなね。昔はね、一時停止して白ライン貯めないと見れなかったんですよ、動画なんつうのは。 今な、なんか、一時停止して待つとかないっすよね。一時停止して、まだかな、まだかな、みたいな。これライン貯溜めるないっすよね、多分今ね。うん。なんで、まあ昔は 3G 回線でしたよね、確かね、一番最初は。<laughs> ね、<laughs> 今 LTE で 5G になりましたけど。だから、その何でもできる時代に何もやらないっていうね。これどうでしょうかね、久保さんね。<laughs> もう何なんですかね。で、だけど、 不平不満は言うんですよ。不平不満は言うんですよね。おかしくないですかと。うん。いや、何でもできるよ、と。で、こそんなこと言うと、いや、久保さんだからできるんでしょうとか、吉谷さんだからできるんでしょうってうな、まあ、こう、また、な、な、ああ言えばこう言うなんですけど、いやいや、久保哲郎は、麻雀店の、麻雀しかできなかったおっさんやだと。 これはね、もう、恋を大にしても、久保さんも多分言い続けると思いますけど、いや、私回しちゃってんの、ただのおっさんでしたよ、みたいなね。だから、結局そのやる気あんのかってやる気があればね、まあ、だからね、僕ね、今の時代に一番必要なのは、久保さん、なんだと思います今の時代に一番必要なのは、多分ね、僕ね、根性だと思うさ。昭和魂、根性ですよ。もう根性あれば何とかなる。だってデバイスも環境も情報も全部あんだから、根性あれば、 多分ね、稼げるんですよ。気合があれば。はい。気合があれば稼げる。いってらっしゃい。